こんにちは、哲郎です。今回は挨拶言葉の意味を取り上げます。普段何気なく使っているさようならの本来の意味を知っていますでしょうかその挨拶言葉には日本の心がありました。今ではすっかり忘れ去られてしまったように思えますが、きっとこの内容を知ると心の中に何か思い出すことがあると思います。ということで今日もスタートしていきましょう。まず僕の周りの人にさようならの意味を聞いてみました。するとほとんどの方は別れ際の挨拶じゃないんですかという返答がありました。 これを正解不正解というものではなく今日お伝えするものは僕らが日常で使っている日本語の意味を改めて考えてみるということです今日は日常生活でもよく使うこのさようならをきっかけとしていつも使っている日本語に興味関心を持っていただければ嬉しく思いますそれではまずこんにちはとは漢字でどのように書きますかというとこのねこんにちはという漢字になりますねこれは皆さんご存知だと思いますそこで人と会った際に交わす挨拶言葉というのがあります皆さんも使いますよね 誰かに会った時にこうなんて声かけます。えー、僕はあの基本的には元気とか元気してるみたいなね、こんな普通に日常会話って使ったりしませんかこんにちはというのとお元気ですかというのは一緒に使う言葉だったんですね。ですから一緒にこんにちは、お元気ですか。これが挨拶言葉の一文になってます。このこんにちはという漢字は今日というのは現在では昨日今日という意味の今日という意味になっていますが、 この今日という今日の意味は古くは太陽を指す意味でした。 今でも太陽のことを今日様と呼ぶ地方もあり歴史書や小説でもこの今日様という表現は結構ね疲れてきました地方により今日さんとか今日様とかねなんかいろんなね表現があるんですねちなみに夏目漱石の小説坊っちゃんの中にもそんなことをしたら今日様へ申し訳がないかもしというようなセリフがねあったりしますではこの今日様というのをね意味調べてみるとやはり太陽を敬って使う言葉というのがありましてそこに一緒に天と ね、お天道様っていう店頭というのがあります。僕も子供の頃には祖母からお天道様が見てるでよと。 どんな隠し事をしても必ずバレるから素直が一番だよということをねいつもいつも教えられてきました皆さんはどうでしょうかそんなような言葉最近はあまり聞かなくなったかなでもね僕が小さい頃はね結構周りでは言ってましたお天ン様が見てるとかねというのがねありましたから皆さんねどうでしょうかねこれなんか懐かしいというかね、えー、僕はでも今でもね子供にはこういうことを言ってますけどねおお天と様見てるよというねちなみに昔はどの地方でも太陽のことを今日様と呼んでいたそうですつまり「こんにちは」という挨拶てい いや太陽さんという呼びかけであったということなんですそこに元気ですかというね言葉が来るんですけどこの元気の根、ね、元の木というのは太陽のエネルギーの木ということですね元の木になる要するに太陽さんと一緒に明るく生きていますかという確認の挨拶だったということです 太陽の恵みを実感していますかと日の光は生物にとって重要なことで人間に限らず草木、花、地球上にあらゆる生物に生命を与えていますよねだからあの暗い人っていうのがそのなんていうんですか日の光が当たってない場所にいるようなだから元気がないかとあの人暗いねとかなるじゃないですか太陽の光をしっかり浴びていると精神が安定するということが科学的にも証明されていますだから引きこもってしまっても日の光を浴びなくなると自律神経などに異常が出てきてしまうんですねですから まあ引き込めるというわけじゃないですけども引きこもっていても必ず朝起きて太陽の光を浴びていると多分ね違うんだろうなと思います他にも南国の人って穏やかだったりとかゆったりとか陽気なイメージがあったりしませんこれにはやはり暖かいということがあると思うしこの暖かいというのはやはり日の光の影響もあるんじゃないかなと思いますねそういうことでも太陽つまり今日様の元の木エネルギーで生きているそれを挨拶で確認したということです そこで、お元気ですかと聞かれて、はい、元気ですと答えますね。これが、太陽さんと一緒に元気に生きていますよという返答になります。それから、さようなら、ごきげんようとなります。 さようならはこのね出しているようにさようならという意味ですねこのさようならという意味はそうであればということですよねこれはまあ辞書で調べてもねそうであればそのようであればという意味になってますごきげんようの機嫌というのは気分とか気持ちという意味をここでは指しますつまりさようならごきげんようというのは太陽さんと一緒に生活しているのであればごきげんがよろしいでございますねということになるんです これをまとめると、こんにちは、お元気ですかはい、おかげさまで元気です。さようならごきげんよう。これが僕らの挨拶の基本だったということです。 そして江戸時代まではさらばごきげんよろしゅうとかさようならごきげんようと全部を言い切って分かれていたようなんですが明治以降になると男性がさようなら女性がごきげんようという掛け合いのようになっていきましたさらにそこから昭和になると女性のほとんどもごきげんようとは言わずさようならだけを言って別れるようになっていきました今でもごきげんようという人がいますが日本人の大半の男女がさようならしか使わなくなったのでいつの間にかこの意味を知らなくなって っっって言ってししまったとといいうことらしいんですそれで僕はあの小学校とか中学校の特別授業とかで教団だってこの話をね何回かさせてもらってるんですけども後日の感想文にこの子供たちから「日本の言葉は綺麗だと思った」とか「言葉の意味をもっと知りたくなったよ」と「挨拶が大切というのは太陽からエネルギーをもらっていることなのと知ってしっかり挨拶をやろうと思ったのど結構多くの反響をこれでもらいました。 だから僕はその現場がねすごいいつも大事だと思ってるんですけど子供たちというのはやはりこういうことをしっかり教えるとですねそれなりの反応がやっぱり返ってくるだからそれを教える大人たちがこういうことを知って次世代にしっかり伝えていかなければいけないなと本当にね強く思いますそして今日はこれで最後になりますけども日本の国旗に描かれているものは皆さんご存知ですよねこれはつまり太陽です僕らの先祖はこの国を日の元と言いました個人的な意見ですが世界の国旗の中で僕は日本のこの国旗がね 一番美しいいじゃないかと思ってますそして世界の国々からこんなシンプルな旗で太陽を描く日本の国旗が羨ましいという声はね実はものすすごく多く多あるんですよこれはあの日本人としてはぜひ知っておきたいし今この国旗を見るとね先の大戦の影響でこの軍国主義みたいなことを思ったり嫌なイメージがあるかもしれないんですけどこれは実は1945年以降のこの GHQ の教育の改革によって日本の心をねこうなくしていく意味でもこの国旗がねこの軍 軍国国国主義的ななな象徴でででで使われてていいいったととうのがが、ね、背景があるんんすすよ世界でも国旗を、ね、堂々と立ってない国は、ね、日本ぐらいなんですよこれ珍しいんですよこういった背景も国旗の成り立ちもね、また別の動画でまた解説したいなと思います。そして、パラオ、バングラディッシュなども日本国旗をもとにこれね、作成されているんですけども、皆さんこれご存知ですよね。ここはアジア各国と日本のつながり、そして世界を書いた大東亜戦争を語る必要があるんですけども、そこはまたの別の動画でね、国旗の由来とかね、先ほども言いましたけども、ご紹介したいと思います。え 今回は日本語の挨拶言葉についててちょっとね考えてみましたそして今日皆さんにお伝えした内容は堺の勝則先生の著書「日本の心の教育」をもとに作成していますですが紹介したこの意味は本の一部になりますこの本の中には日本人と太陽の関係そして国旗の成り立ち君が代の出典など日本人として知っておきたい日本の心をね知るすごくいい領書なんですよ 興味持たれた方はぜひね、これご一読いただきたいなと思います。この本の URL を動画の概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はここで終了したいと思います。ちなみに、日本語の意味とか漢字の成り立ちというのは、いろんな出典があります。その中でも、今回ご紹介したのは、坂井の先生の一つのね、えー、この調べた研究結果ということで、日本の心の教育という著書をもとに作成しました。そして、このね、内容はですね、実は高校生の講演会で話した内容をそのままね、使っているんですけど、 全校生徒700人以上がですねもうずっと聞き入ったという講演会だったそうですこの話はこれ以外にも日本の心というのはねたくさんありますから随時そういったものも特集してどんどんお伝えしていきたいと思いますこのチャンネルでは歴史古典偉人伝を特集しています興味のある方はぜひチャンネル登録をして共に学びを深めていきましょうこのチャンネルを立ち上げたい理由も動画の概要欄に載せていますのでお時間がある方はぜひご覧くださいそれでは今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそれでは失礼します